大家好，我是大介。大家应该知道“食べた”这个动词。那大家知道“食べちゃった”的意思吗？今天我要介绍这个动词变化。什么什么しちゃう、什么什么しちゃった的文法，因为在生活上超级常用的。这个是什么什么してしまう、什么什么してしまった。的口语的说法，什么什么しちゃう，什么什么しちゃった。日常会话没有人说してしまう、してしまった。哦，这个文法在什么样的情况下可以使用呢？我觉得它有三个意思，就是不小心、后悔、残念的时候就可以使用。我要直接介绍在生活上常用的场合跟说法，所以大家把我介绍的句子直接记住就好了。有八个说法哦。第一个是刚刚的食べちゃった，食べる的过去形食べた，食べちゃった，不小心吃掉了的意思。你不知道那个食物是别人的，不可以吃的，但是你没发现就吃掉了。被别人发现的时候可以说ごめん、食べちゃった。第二个行っちゃった，行く的过去形行った、行っちゃった。人、捷运、公车等等，已经走了的意思，不是我走了的意思哦。刚好坐过搭捷运，捷运已经出发了，表达残念的心情。行っちゃった，行った的话没有什么情绪。第三个，行っちゃった，跟上一个的行っちゃった一样的发音，行っちゃった、言っちゃった都可以说。不小心说出别人的秘密，然后不小心说出让别人生气的时候可以说やっちゃった。第四个やっちゃった、やる，中文的做这个动词，やる的过去形やった、やっちゃった，做错了、弄错了的意思。还有做了糟糕的事情的时候也可以说，比如说你不小心把手机丢到地上，就可以说やっちゃった。后悔的时候也可以说前一天喝很多酒，起床的时候宿醉头痛，就可以说昨日はやっちゃった。第五个寝ちゃった，寝る的过去形寝た，寝ちゃった，不小心睡着了的意思。比如说 LINE 你没有回复对方，隔天可以 LINE 他说ごめん、昨日はすぐ寝ちゃった。然后寝る、寝ちゃう也可以说有点残念的感觉。有情侣的人，对方想早点睡，但是你还想跟他聊天，就可以说もう寝ちゃうの。第六个忘れちゃった，忘れる的过去形忘れた，忘れちゃった，不小心忘了的意思，应该会很常用吧。財布忘れちゃった，あの人の名前忘れちゃった。第二句的话残念的意思也会在。第七个見ちゃった，見る的过去形見た，見ちゃった，不小心看到了不该看的东西，你可以说見ちゃった。然后后悔的时候也可以说你明天要上班，应该早点睡，但是你看剧剧因为很有趣，所以不知不觉看到凌晨三点，你就可以说こんな時間まで見ちゃった。第八个帰っちゃった，
帰る的过去形帰った帰っちゃった有缠念的意思，跟大家一起聚餐，但是你晚一点到了，那个时候你的好朋友已经回家了，那个时候就可以说もう帰っちゃったの？もう帰っちゃったの？最后一个壊しちゃった壊しちゃった不小心弄坏了的意思，还有一个壊した是他动词，壊れた是自动词，也有壊れちゃった他坏了的意思，有残念的感觉，他坏了，很常用吧。今天也有例子哦，就一起来看看吧。ここにあったサンドイッチもしかして食べた？ダメだった？食べちゃったよ。いや、いいんだけど、賞味期限一週間切れてたよ。マジ？食べちゃったよ。終電間に合うかな？走ろう。あ、行っちゃった。30秒遅かった。あれ？ちょっと太った？ダイエットしないと。わかってるよ。あー、言っちゃった。女の子に太った？はダメでしょ。もう11時か。でも、半沢直樹の続きみたいな。よし、1話だけ見よう。面白い。もう1話見ちゃおう。続き気になる。もう1話だけ。全部見ちゃった。朝になっちゃった。久しぶり。この人の名前なんだっけ？忘れちゃった。おお、久しぶり。この人の名前なんだっけ？忘れちゃった。あれ？やっちゃった。チケットの日付明日になってる。買い間違えちゃった。ちょっと、あそこにいる女の子たち、かわいいね。ナンパしようよ。ちょっと待って。もう少し時間経ってからにしよう。ああ、帰っちゃった。ほら、なんですぐ行かなかったの？明日何時集合にする？ごめん、昨日すぐ寝ちゃった。7時はどう？あれ？パソコン壊れちゃった。ああ、壊しちゃったね。違うよ。壊れたんだよ。高かったのに。行っちゃった。对日本人来说，听起来的印象完全不一样。所以你如果把握这些说法，你情绪的表达会变得很丰富哦。那今天的影片就到这边。如果你喜欢我的影片的话，请按赞、分享、加订阅。下次见，拜拜。見ちゃった。見た。很奇怪耶。真的很重要这个文法。什么什么ちゃった。見ちゃった。わかってるよ。